清掃王子及び光家門広場、清掃王子交差点脇に立つ道路原表。日本統治時代の光家門通。正面に見えるのは朝鮮総督府。日本統治時代の太平通。清掃王子は大韓民国ソウル特別品格ソウル駅と小六、京福宮高家門を南北に結ぶ幹線道路である。名称は李氏朝鮮第四大国王の清掃にちなむ。 2010年に清掃寺と太平路が統合されて成立。市道24号線に指定され、一部は国道48号線や市道49号線と重複している。また、ソウル駅、高市霊門館は南大門路と重複する。旧太平路の地下にはソウル交通公社1号線が通る。沿道には数多くの文化、行政施設が立ち並び。 構想即位40年賞を喜び記念碑前には1914年以来道路原表が設置されている。旧清掃寺は1953年3月25日に拡張され、韓国で最も広い幅100メートルを誇る。2009年にはそのうちの6車線が光家門広場として整備され、同年8月1日以降一般開放されている。李氏朝鮮時代、 後の清掃寺周辺は、偽政府や六層をはじめとする、各種機関が集中する行政の中心地だったため、六層通りや六層前と呼ばれた。光家門一帯は、王土の低い丘があったため王土、とも呼ばれ、また清掃王子交差点にあたる場所は、ヘテの像が置かれていたためへて前と呼ばれていた。太平路という名前は、民の指針を迎接する太平館があったことに由来する。 日本統治時代には、光家門通り及び太平通りと呼ばれ、独立後の1946年10月1日に、清掃寺及び太平路に改称された。清掃寺と太平路はいずれも法廷道の名前として、現在も使われている。ありがとうございます。